はい、東卓ニュース、ゾウの雑白です。今回は、雷神ランドマーク5、金原正則 VS 山本そらちゃんの戦いです。金原選手はオールラウンダー、山本そらちゃんはグラップラーの選手です。まず1ラウンド、オーソドックスで向かい合いました。落ち着いてプレッシャーをかける金原選手です。1分間ほとんど手を出さず、山本そらちゃんがロー、カーフ、インローなどで蹴りを打っていくのですが、全部さばいていく金原選手で、そんな中ほとんど手数を出さない金原選手ですが、この1分ちょっとで距離、タイミングを測り、右ストレートから左フックと大きな打撃を当てます。そして山本そらちゃんはなかなかプレッシャーに負けてしまい、蹴りしか出せない状況で、そんな中蹴りを思いっきりカットされ、逆に自爆してしまいます。そこでしょうがないので、タックにいたところもちろん潰され、そのままサイドからハーフ、そしてマウントで肩固めの時間が続きます。もう残り3分あるのですが、圧倒的に上からグラップリングで仕掛けられてしまいました。もう金原さんとしては肩固め決めたかったのですが、なかなか無理してまでは決めに行かず、スタミナを削る展開で1ラウンド終わりかけた時にまたスタンドに戻り、そこで思いっきり右ストレートを金原選手が打ちダウンしました。1ラウンド1分ちょっとで距離を見切った金原選手が打撃でもダントツに優位に立ち、嫌がったソラちゃんがテイクダウンに行くのですが、いやいやテイクダウンなのですぐに切られ、そのままグラップリングでも圧倒されました。正直打撃でもグラップリングでも手が出ない状態と言っていいでしょう。2ラウンド同じの展開です。プレッシャーをかけ、少し手数を増やした金原選手です。そんな中山本ソラちゃんは本当に手数が出ない状態でローを蹴っていこうとするのですが、逆に金原選手がパンチを見せながらのカーフカーフカーフとカーフを執拗に締めていきます。もう10発ぐらい決めたか分かりません。そうなってくると、もうソラちゃんはカーフで足がやられてしまい、後ろ重心になってしまいました。そんな中スイッチをしながらごまかしていくソラちゃんですが、2ラウンドはもう何もできないソラちゃんです。3ラウンドこのままでは負けるソラちゃんですが、打つ手はないでしょう。そして始まりました。3ラウンドソラちゃんがローを打つのですが、まあ後ろ重心で、正直意味のないローです。そんな中カウンターのパンチ左ハイ、そして今度は右ストレートでまたまた金原選手がダウンを取り、そのままソラちゃんは下からギロチンをやるものの、全然決まらず、ただただ抱きつくような意味のない展開です。ここからギロチンが外れ、残り1分で金原選手が上からマウントを取り、また肩掛けに行くのですが、残り30秒でもう無理だと思ったところマウントからボコボコにしました。そして終わりました。正直山本そらちゃんはカイル・アゴー選手に勝ったりする強い選手、そしてケルモ選手も判定まで行くような選手でしたが、圧勝したのが金原選手です。僕は正直金原選手はやはり言っても40歳なので、強さに、まあ、強いのは分かってましたが、トップオブトップなのか、日本人でトップオブトップなのか分からなかったですけど、これは確実にトップオブトップです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日の10時から明日も10時から2日連続ライブ配信します。超重大発表を2つしますのでご覧ください。それではさよなら。